セクシーゾーン菊池風魔、スノーマン渡辺翔太の差し入れに歓喜感じる嘘こん仲良すぎな鍋ふま。ジャニーズの人気グループセクシーゾーンが公式インスタグラムを24日に更新した。毎日一緒にいるこの人に歓喜を見せつけられた日。差し入れしたかったのに戦いに敗れてこんなことになった日。彼は本当に嬉しそうなすごく良い顔してるね。 ショッピさんかっケース。バイフマのコメントとともにオフショットをアップしたのはメンバーの菊池風魔。渡辺翔太さんからたこ焼きの差し入れをいただきましたと書かれた紙を手にする菊池の横でたこ焼きを持ってドヤ顔を見せるスノーマン渡辺翔太。菊池は渡辺の顔を見て口を大きく開けて驚いているようなおちゃめな表情を見せている。 写真を見るスノーマンラウール渡辺翔太深沢達也、キュートなポーズで透明感もだだ漏れ。3人で福岡公演終了を報告菊池が主演を務める7月スタートのドラマウソコンで共演している2人。コメントと写真から撮影現場でも仲良くしていることが伝わり、それぞれのファンにとっても嬉しい投稿となっていた。